今なんと3兆5000億円です。2018年は3兆6000億円、今年は2019年3兆5000億円。3兆5000億円といえば、これはなんと過去20年間で一番少ないぐらいの借金まで減らしていったんです。これなんでやったかというと、見えないんです。これ皆さんに見えないから、適当にやろうと思ったらできるんですよ、皆さんに見えないから。でもこれなんで一生懸命やったかというと、将来の世代にツケを回すのはやめよう、大阪を成長させていかなきゃダメなんです。これから未来に向けて大阪を成長していかないとダメなんです。その時にね、大人が無責任に、子供たちが一票が持ってないからちゅってね、そこに子供たち孫たちの世代に借金どんどん増やすのおかしいでしょ。子供たちにはね、やっぱりランドセルを背負ってもらわないとダメなんです。子供たちが背負うのはランドセルなんです、教科書なんです、借金じゃないんですよ。もう借金を徹底的に背負わせてるのが古い政治家のやり方。こんなんやってて大阪が元気になるわけありません。だから僕たちは徹底的にこの予算3兆5000億まで減らしていきました。借金減らしていきました。それだけじゃありません。これでね、大阪の財政は立て直りました。でもこれだけじゃないです。やっぱりこれからの大阪を考えた時に、財源を生み出して改革でね、さっき言ったように天下りをなくす、いろんなおかしなことはなくす、改革で財源を生み出す、大阪を成長させて税収を増やして、そして財源を生み出す、生み出した財源で何をしたかといえば、徹底的に大阪の将来、子供たち孫たちの世代に投資をしていきました。例えば予算でいうと8倍に増やしていきました。8倍に全然やってなかったんです、これまでの大阪市政で子供たち将来への投資っていうの。例えば小中学校のエアコンの設置なんかもそうです。まあ灼熱地獄でお勉強してたんですよ、子供たち。ちょっと前まで、維新の会が生まれるまでは。でも今はエアコンを完備してます。これ平松さんの時も問題になりましてね、平松さんの時もこれ暑いね、学校の、部屋どうする、教室どうする。その時平松さんはこう言ったんですよ。そうだ、ヘチマとゴーヤを植えよう、ヘチマとゴーヤで壁面緑化しようって言う。そう、本気で言ってたんですから。やったんです。それ壁面緑化でね、涼しくなりません。ヘチマでは涼しくならないです、教室は。ヘチマで涼しくなるんだったら大阪市役所にヘチマ植えろっちゅうの。ほんでね、市長室についてるエアコン取り外してね、隣の学校につけたらいいんですよ。それで本当に涼しくなるんですか？なりません。クーラーの効いた市長室でこんな話してたんですか？いい加減なもんですよ。自分たちを応援してくれる組織団体にはいっぱいお金渡すのにね、おかしい。だから小中学校のエアコン設置もそう、中学校のね、給食すらなかったんです、大阪には。これ今完備してます。子供の医療費の助成化、今はちょっと前まで小学校入学前ぐらいまでしかありませんでしたが、今はなんと18歳までワンコインできるようにしました。子供の貧困対策、家庭が厳しい子供たちもたくさんいる、ここにもね取り組んできました。僕がトップになって地域会議作ってね、共産党も子供の貧困対策とか偉そうに言うくせにやってこないじゃないですか。僕徹底的にやりました。中学校のバウチャー助成、バウチャーでね、今の大